せーの、じー。はい、どうも皆さんこんにちは。後半の今回も、何かありました？いや、なんかちょっと恥ずかしかったなと思って。いや、何も恥ずかしいことはないんだけど。僕もね、よく恥ずかしい気持ちになってるんで、たまに。じゃあなんでやってんだよ。嘘ですよ。企画に入る前にスーツじゃない、なんていうんだっけ、T シャツ着てもらえば、一回スーツになっちゃうから。違う、 T シャツ着てもらったの。はい、来ました。着てもらいました。これでもうガクトモの仲間ですよ。逃げられませんよ、これで。ありがとうございます。そして後ろサインも書いてもらいました、はい、ここにもうね、埋まってきちゃって、そう、もう端っこになっちゃったんですけど、でもゆうすけって書いてくれました。ありがとうございます。ということでですね、はい、今回企画なんですが、もっくんさんから説明してもらいたいと思います。はい、お願いします。今日はウミガメのスープをやってます。おお、はい、何かわかんないですよね、僕。おお、マジか。それだけ聞くとウミガメを煮込んだスープをこうやって飲むバトルかな、罰ゲームみたいな感じだな。そうそうそう、まあ違う、まあ、はいはい、ウミガメのスープっていうお題の問題があるので、はいはい、うん、まあ、それと同じような、うん、まあ、お題の問題が出るんですけど、この後物語が出ます。はいはいはい、まあ、何行かで分かる。はいはい、それに対して、出題者に対して、うん、イエスノー、出題者はイエスかノーで、答えることができるんですね。2人から出てきた質問に対して、出題者はイエスかノーで答えることができます。で、だから質問者は必ずイエスかノーかで答えられる質問をしなきゃいけない。あ、なるほど。で、その質問でこう答えを探っていって、最後に答えにたどり着けば勝ち。はい、質問は何回もありなんですか？何回でも大丈夫。あ、なるほど。じゃあとりあえず例題を出しました、はい、どう、じゃあ勝ち取り、不正発覚。定期試験でいつもより高得点を取ることができた少女はお母さんに怒られると大慌てだ。どういうことだろう、どういうこと。そう、あ、つまりこれだけ見るとすごいよくわかんない、なんでこんなことになってんのって、ね、普通だったら褒められるところ、はい、だからこれを本当の理由が何かっていうのを、とにかく質問をいろいろ投げかけて真実に近づいていく。少女は何かズルをしましたか？いいえ、ズルしていない。え、少女は、うん、朝ごはんを食べましたか？え、そういうことじゃない。問題に関係あります。関係ないの？そうそう、たまにそういうことを言う。関係ないっていうのもあるんで。朝ごはん食べなかったから怒られたとかじゃないですか？あ、違います。なるほど。え、少女は文字通り試験で高得点を取ったせいで怒られる。取ったせいで怒られることではないですね。はあ、でも事実です。ここに書かれてることは事実。じゃあ朝ごはん食べなかったからとか、そういう方向のことってことじゃないんですか？なんで？え、結局だから点数じゃないけど、じゃあ、はい、試験の結果のせいで怒られるんですか？そうです。なるほど。あ、試験は絶対関係あるんですね。わかりました。落書きをしましたか？試験の問題を。関係あります。関係ない。ちょっとこのままさ、関係ない質問ばっかり言ってってほしいな。でもそういうなんか落書きをしたとかので怒られてることではないです。なるほど。点数です。点数、いつもより高得点だったことは関係ありますか？関係あります。いつもより高得点、高得点、高得点を取って困ることって何か？アベレージをぴったり目指しなさいとお母さんに言われてた。ここの点数じゃないとダメ。ピタリ賞狙いなさいと。ピタリ賞狙いなさい。関係ない。賞金あげるわって言われて。そんなお母さんいます？じゃあヒントです、はい、いつもより高得点を取ることで何かがバレてしまったってこと。何かがバレる。カンニング。カンニングはしていません。不正はしてない。なんかズルはしてないんですよね。少女は点数を詐称しましたか？お、点数は詐称してません。は詐称してない。点数ではない何かを詐称しましたか？しました。何？それで言うと、まあ、もうちょっとかなりヒントなんですけど、はい、自分の取った点数は詐称してないです。じゃあ、はあ、お母さんがテストを受けるってこと？
テストは100点満点ですか？いいえ。今の何？もう分かりました。カンニングしたんじゃないかと疑われたって。カンニングじゃない先生。じゃあもう答え発表しましょうか。はい、100点満点だと偽っていた。え、その手伝い要は200点満点なのにお母さんに100点満点で何点と言っていて、100点を超えてしまったがために100点満点だと言えなくなってしまった。なるほどセンター試験ってことですね、要するに。なるほどなるほど。センター試験で200点満点じゃなかった、国語と英語とですよね。ほらセンター試験じゃん。じゃあ違うか。ごめん、ちょっと俺解けなかった自分に対してちょっとね不満があった。分かんない。なるほど。え、ちょっと難しい。え、嘘、これテスト問題かね、まだ。きつい。ちょ、もうちょっと優しいのないですかね。じゃあ次、本題やろう。本題はい。じゃあ、パンを食べたい、タイトル、コンビニに昼食を買いに来た亀、お、今度亀岡。彼はカレーパンを買おうと思ったが、カレーパンにカレーが使われていることを知ると、そのカレーパンを買うのをやめてしまった。状況を説明してください。これはダジャレですか？違います。え、カレーではないです。コンビニに昼食を買いに来た亀を、コンビニに売ってる一般的なカレーパンですか？はい。へえ、見たことありますか？僕は、まあ、見たことあるようなものと。パン粉ついてますか？関係ない。関係ないです。そういうことじゃないですか？亀尾は財布を持ってましたか？ああ。財布は持ってます。財布を持ってます。財布持ってる。亀尾はカレーが嫌いですか？嫌いではありません。カレーの材料は関係ありますか？関係あります。具は関係ある。あります。関係あるんだ。じゃあ、アレルギーだった。そうです。え、でもそれが答えではない。アレルギーですが、もうちょっと詳しくちゃんとまとめてください。え、すげえ俺ちょっといや俺これは許せないよ。確かにあんなに関係ない男ねえ。え、アレルギー。原材料見ましたか？原材料見ました。ってことはだから原材料が書いてあって、それが自分のアレルギー物質だったから買うのやめたってことじゃない？違います。違うんだ。え、マジで。じゃあ何？亀尾は自分が食べるためにカレーパンを買おうとしましたか？はい。買わなかった原因はカレーですか？はい。は？え？え？アレルギーってことですよね。はい。カレーパンは袋に入ってますか？大丈夫ですか、小林さん。いや、映ってきたかもしれない。映ってきましたよ。やばい。関係あります。伝染して。ガクとかしてきた。あ、やばい。うっそ。やだやだ、悔しい。マジ悔しい。カレーは自分のアレルギーが何か知っていますか？知っています。いい質問でした。何か知っていますか？だから知ってるからここ入ってるじゃん、なったじゃないですか。そうじゃないってことですよね。先ほどありましたね。食べられる可能性がありますか？あります。のどう考えますか？カメオは他のカレーパンなら食べられますか？食べられる可能性はあります。だから材料が違うってことでしょ。たまに原材料見て、うん、あ、カロリーが高い。それはダイエット中だからってことですか？そうです。いや、違います。違うのか。食べ物だとしても、あ、この表記だと分かんないな。あ、じゃあ、え、もういや、もうほぼ答えですよね、きっと。じゃあ、あれじゃないですか、あの、例えばイチゴとか、あの、梨とか入ってるけど総称して果物類って書いてあるのか。あ、原材料名がカレーとしか書いてなかったから分かんなかった。正解です。あ、なんだそれ。マジか。
そんな不適切な表示あるか？そういやないですよそんなの。カメオはアレルギー体質であった。なるほどね。そんな彼が目にしたのはカレーパンの食品表示の原材料名カレー小麦粉パン粉。カメオが知りたかった、ね、カレーの中身を助けめる術は当然ない。どうしてカレーの原材料を書かなかったんだろうか、うん、もしかしたらアレルギーの原因となる食品がカレーの中に入っているかもしれないと考えたカメオはそのカレーパンを買うのを諦めてしまった。なんで思いつくのそんなこと。皆さん分かんない。疲れた。でもいい頭の体操になった、ね、うん、なりましたね。あ、でもゆうすけさんこうやってなんかそのあのなんだっけ脱出ゲームとか行くとこういう問題出ないですか、うん、なんか、まあ、ある意味一つ法則が決まってるところがあるから、はい、ああいう謎々ってこういうなんか意地の悪い引っ掛けのようなものってあんまり実はないんで、そうね、あ、そうなんですね。あ、いや、それこそ気になったんだったらウミガメのスープっていう題材の謎々を一回解いてみ、うん、絶対たどり着けないからあれは難しいやつですか。もあれはいろいろ話が飛躍しすぎてて、へー、それこそガクトみたいになんかとんちんかんなこと言わないとたどり着けないかもしれない。自分でいろいろシチュエーションをこう勝手に作んなきゃ分かんないみたいな。そうだね、まあ、それでも、うん、ちょっといや見てみれば分かると思う。気になった人はちょっと見てみてください。ぜひお願いします。あ、疲れた。はい、ってことで今回は2人でウミガメのスープやっていきましたが、まあでもなんか脱出ゲームやってる時みたいになんかお互いねいろいろ考えられて楽しかったですね、うん、と僕は思います。あ、どうですか。そうでもない。いやもう俺はただただ面白い質問の数々に部分点を上げたいぐらい。ああ嬉しい。正解点以外に。ありがとうございます。そう、面白点か。ありがとうございます。でまただからあの現場とかもずっと一緒なんで、うん、脱出ゲームとか一緒に行きましょう。そうだね、リベンジしに行こう。お願いします。はい、ってことでこの動画良かったと思ったらグッドボタンとそしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。じゃあまたゆうすけさんまた別の機会で、はい、ぜひゲストに来てください。よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ。永遠の消防隊見てね。よろしく。